場に来ました。今から税理士さんの人と打ち合わせをしてきます。はい、終わりました。いやー、めちゃくちゃ単純に人柄も良かったですし、実力だったり経歴もですね、完璧でしたね。はい、もう確実にお願いしますって挨拶をしてきました。そうっていうのと、あと僕の知り合いの人がもう何人かすでにお願いをしていたんで、いや、あの人もお願いしてるんですかみたいな感じだったんで、いや、なんか世界狭いなって思いましたね。はい、ということで、税理士さんとの挨拶も終わりましたので、じゃあ次はどこに行きましょうかね。でも雨が降ってるのですごく動きにくいんですよね。なるほど、どうしようかな。まあ、とりあえずカフェに入って、パソコン作業をやっちゃいたいと思います。はい、おはようございます。あれどうしたんですかっていう話だと思うんですけど、あれからですね、結局ずっと雨で外に行く気分になれずですね、それで家に帰ってきました。で、家に帰ってきて夜になりました。そして、寝ました。で、朝になって今になりました。はい、ということでおはようございます。家の中で撮影になるんですけども、今日何しようかなって思った時に、その数ヶ月前ぐらいからちょいちょいですね、その僕のがやっているそのトレーニングの内容をちょっと詳しく教えてくださいっていうふうにリクエストがありましたと。で、僕もあのトレーニングやる前っていうのは、なんか冬になると本当骨の髄まで寒いっていう感じだったんですよ。で、毎日ぼーっとしてましたし、なんかだるかったですし、ちょっと走るともう息がゼーゼーしちゃうっていう感じだったんですね。なんですけど、今回のトレーニングちょっと教えてもらいまして、で、それをやってたらですね、気温が10度超えたら暑いねって感じちゃうぐらいのレベルです。なので、前その金沢旅行行ったら、まあ、東京とあんま変わんないじゃんっていう感じでしたし、あとはなんて言うんでしょう、別になんかそのメカニズムの話をするつもりはないんですけど、とにかく血流が良くなったので、その頭も常に冴えてるんですよね。で、今からシェアするトレーニングっていうのは、関節を痛めないっていうのが、まあ大きな特徴になります。その筋肥大トレーニングとは違うんですけど、その仕事で成果を出すために、その頭を冴え渡らせるための、そんなトレーニングだと思ってください。じゃあ今から簡単にシェアをしていきたいと思います。といっても僕も教えてもらったことをそのままこう横づてで伝えていく感じになるので、もしかしたらうまく説明できないかもしれません。はい、こんな感じでいいでしょうか。はい、じゃあやっていきます。で、今回のトレーニング、ちょっとマイク使うポイントがあるんですけども、まず一つ目に、筋肉はその傷つけるんじゃなくて刺激をしていきましょうということらしいです。はい、その伝え方になってるかわかんないですけど、そうなので、まあ簡単に言ったら、傷つけるんじゃなくて筋肉を刺激するトレーニングですよっていうことですね。じゃあどこを刺激していくかってことなんですけど、胸と背中とあと太ももらしいです。なので、今回のトレーニングでは、その主に胸、背中、あとこの太ももの部分を刺激していくっていうことをやっていきます。で、あとは背骨を強くしていくっていうのもあるんですけど、そこもやっていきます。はい、じゃあ行きますね。で、普段は僕は懸垂バーもどきを使っているんですけど、まあ、今回動画でお伝えしたいのは、このヨガマットの上、畳1畳でトレーニングをできるっていうことなので、懸垂バー使わずに刺激していきたいと思います。じゃあまずは鼻チンココスリ腕立てなんですけども、まあ腕立て伏せを普通にやるんですね。で、ここに来た時に、鼻とゴールデンボールの部分ですね、これをこうさすります。さすって、まあ何回さするかはまあ適当でいいと思うんですけど、で、さすったらこう上げると、ここに負荷がかかってるなってイメージしながらやるといいみたいです。はい、で、僕それでやってますね。で、あとはこの肩甲骨の部分、背骨ですね、背骨の肩甲骨の部分をこう曲げるっていうか、こんな感じでやってます。はい、今の説明分かりにくいですね。僕は説明うまくないな。やるならこんな感じです。もうこの段階で結構なんでしょう、汗がブワッとこう出てくるわけなんですけども、はい、じゃあ次いきます。次は後転スクワットというものをやります。多分これが背骨を刺激するやつだと思うんですけども、はい、いきます。まずこうやって普通に立った状態で膝を曲げて後ろにガーッとこう持ってくるわけなんですけども、ただそれだけなんですよね。なんか別にどこかの筋肉が鍛えられてるぞっていう感じはしないんですけど、ただ背骨がゴリゴリいますよ、これ。なので、まあ背骨に刺激がいってんじゃないかなと思います。ああ、もうこの時点で結構汗じんわりかいてます。で、次に腹筋なんですけども、別にこの体勢から始まってもいいですし、
足を上げた状態でもいいんですけど、ここからこのつま先をタッチしに行くんですね、こうやって。で、こうやって V の字、なんか V の字になるみたいな、 V の字みたい、僕体硬い、ちょっとあれなんですけど、そう、これをやると。これをまあ大体僕の場合は10回から20回ぐらいですね。腹筋あんまりこれ疲れないので、これ自体がなので、まあ20回ぐらい やる感じですね、僕は。次にヒンズープッシュアップっていうメニューをやります。これはもう何でしょう、胸から上全身に効くっていうような感じなんですけども、はい、行きます。まずこういう風に立てます。ちょっとお腹曲げた状態ですね。で、そこからまず頭をこうグーッと下げていきます。で、ずーっとこんな感じで持ってくるんですね。こうやって頭からぐーっと下げて、顔をすりながらこう持っていくんです。で、その後にまた今来た順番を逆に戻すんですね。こんな感じで、で、こうなんかちょっと振り子じゃないですけど、上がって沈んで上がってみたいな感じでやるといいと思います。はい、で、これを1,2,1 って感じでやります。1,2,1 って。で、上が終わったら次また腹筋に戻ってくるんですけども、次はですね、こうやってまあちょっとこう宙に浮かせた状態で、で、この腕を頭の上に持ってきて、このこういう感じですね。はい、こうやってタッチ、これなんか見たことあると思います。1って感じですね。1で、これを20回やります。1,2,3,4みたいな。で、慣れてくるとこの背中がだんだん後ろ下がってきて、こうちょっと負荷が、僕の足が短いんでちょっとこう後ろ倒れるともうあーってなっちゃうんですけど、で、まあ胸だったり背中だったり腹筋をやった後は次足になっていくんですけども、次はなんだっけな、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、片足スクワットだったかなみたいなことをやります。はい、こうやってぐーっと下がっていく、屈伸じゃないですけど、なんか名前ありましたよね。その時にここピッと伸ばします。で、伸ばした状態からぐーっと、で、反対もこう伸ばした状態からぐーっとこう上がってくるって感じですね。で、これは左右で1セット左右やって1回カウントします。なので、まあ1と、で、2と、で、続きましてジャンピングスイッチというものをやります。ジャンピングスイッチは膝をこうなんか、まあ、こうやってやるんですけど、こういった時にこの膝をギリギリつけるかつけないかぐらいまで落とします。まあ別についちゃってもいいと思うんですけど、こうやってちょっと止めるとさらに刺激が加わっていいかもしれないですね。で、これを左右交互やって1回ですね。なので、まあ1,2,2って感じでやります。これを10回やります。で、まあだいぶ息が切れましたね。で、まあ、次にちょっと名前忘れちゃったんですけど最後にやってるメニューなんですね。この状態からスタートして、こう手をついて、で、足を後ろにピョンって出します。で、腕立て伏せみたいなやって、またピョンって戻ってきて立つと。はい、これで1回ですね。よいしょ。はい、でも本当はこうやって上がった時ジャンプできたらいいんですよね。で、まああれだけのメニューだとちょっと背中が物足りないので、こうやってやっぱ懸垂だったりもやるわけなんですけども、あれがなくても別にこう肩甲骨を意識しながらやれば、まあ多少は背中が刺激できるんじゃないかなという感じですね。で、僕の場合は今のトレーニングを大体週に、ちょっとサボってる時期なので、今は週1ぐらいですかね。そう、週1でやって、まるでこんな感じですね。はい、まあこれがいいか悪いかってわからないですし、別に筋肉体トレーニングではないんですけども、まあ、こんな感じでついてます。はい、週1ペースでやってだいたいこれぐらいな感じですね、今。まあでもこれも何でしょう、性別だったり年齢によっても全然変わってきますので、あくまでもこうご自身がやりやすいような回数だったりでやってくれたらいいかなって思います。トレーニングも大事ですけども、やっぱり食事だったり、まあ栄養ですね、栄養だったり睡眠だったり、あとはその気持ち、マインドの部分もすごく大事になってくると思いますので、はい、まあ今回のトレーニングはもし興味ある方はやってみてください。
まあこんな感じで1日5分から10分ぐらいでできるトレーニングが終わりましたので、早速仕事に入ります。おはようございます。お世話になっております。はい、昨日ありがとうございました。はい、数字をですね、